はい、皆さんこんにちは、レイです。今日はですね、串谷のレザーグローブを紹介しようと思うんですけども、レイブンメッシュグローブ2、まあ、このパンチングメッシュがかっこいいですよね。この穴っぽこ、これがかっこいいですね。これがレイブンメッシュグローブ。レイブングローブとこのパンチングってすごく似合うと思うんですね。でもう一つがパンチングメッシュを施していないレイブングローブ2というものなんですけど、まあ、これはこれでこの革のテカッとしてる感じがすごく美しいですよね。まあ、このパンチングメッシュを取るのか取らないのかというのは難しいところかと思うんですけども、まあ、それぞれのですね、カラバリを先に見ていきましょう。さてさて、カラーの展開はこんな感じになっております。画面の右側にいるのがですね、メッシュ群ですね。でそして左側にいるのがノーメッシュのタイプのものになるんですけども、まあ僕個人的にはこれパンチングメッシュのデザインがですね、すごくこう品があって、で特に今ちょっと大きめに出してますけど、このオレンジのパンチングメッシュですね、これがなんかもうエルメスとかにありそうな感じだなっていうところがすごく気に入っております。なんかハイブランドっぽい感じがしますよね。で右側のメッシュモデルから見ていきますと、上からグレー、オレンジ、ネイビー、ブラックとなっております。ブラックがですね、完全ブラックではなくて、手のひら側にこういうちょっとオフホワイトっぽいこういった色の革になっているところがですね、またこれおしゃれだななんて思うんですけども、で左側ノーメッシュのモデルについてはブラウン、ネイビー、ブラックと、まあ、この3色展開となっております。この中でも僕は個人的にちょっとこのオレンジのパンチングメッシュが好きすぎて、かっこよすぎて、昨シーズンオレンジのメッシュ使ってたんですけども、まあオレンジが欲しいよという方は必然的にメッシュモデルになりますね。でこの革に対するパンチングメッシュ、まあ、穴っぽくがあるかないかって通気性全然違うんですね。全然変わります。僕は手足汗をべちゃべちゃにかきやすいので、まあ、冬でもメッシュモデル結構好きで使うんですけども、まあ、理想的に言うと真冬でもメッシュはちょっと寒くてきついので、ナックルプロテクターがいて、グリップヒーターがいるとちょうどいいかなと僕は思っていて、自分の手練りがまさにそうなってるんですけども、でこれまああとですね、左上のブラウン、これもいい色なんですね。このブラウンのメッシュがあったら、またこれブラウンのメッシュもいっちゃいそうだなと思ったんですけども、まあこれ想像の話でしかないんですけども、このブラウンはメッシュじゃない方がもしかしたらマッチングいいのかもわかりませんね。これはもうデザイナーさんのセンスだと思うんですけども、あとメッシュモデルだとグレーが選べるんですね。このグレーがまた渋い色でですね、ですから、グレー、オレンジ、ブラウンについては片方にしかないよというところが憎いところというか悩むところかと思うんですけども、まあコーディネートを楽しもうと思うとですね、まあブラック、ホワイトっていうのが一番無難かとは思うんですけども、まあそれになると近しいところのネイビーですよね。かなりですね、綺麗に使えるかなと楽しみにしているのが、オレンジ、ブラウン、そしてこのグレーなんですが、グレーがですね、ちょっと現物見てみてどんな色なのかをしっかりと確認したいところがあるんですけども、まあ、ブラック、ネイビーの代わりのグレーっていう考え方でもありなんじゃないでしょうか。今シーズンはですね、このブラウンが綺麗なので悩ましいところなんですけども、これ以外のグローブでブラウンがかっこいいやつがまたあってですね、それはそれでまた紹介しようと思うんですけど、このブラウンとちょっと色味違うのでまた雰囲気グッと変わってしまうんですけども、こっちはブラウンホワイトですよね。僕が気に入ってるもう一個の方はですね、ブラウンブラックみたいなのもあってですね、それもかっこいいんですけども、ライン見ますね。ということでカラバリ見ていただきましたが、このレイブングローブというのはですね、まあ、レザーグローブの中でも走り系のデザインというよりかは比較的こうクラシカルなものとかカフェなものとか、まあ、おしゃれ系バイクにすごくマッチングのいいデザインだと思うんですよね。で両方とも見ていただきますとですね、この人差し指親指のところには電動比較使っているので、スマートフォンをこのままでも操作することができます。で手の外側にはですね、この中にプロテクター内蔵してます。なのでこの拳のこの関節部分がこうポコッと出てるわけですね。あと意外とですね、すごくいいなと思うのがこの親指なんですけども、手に近い部分のここの関節部分、ここにもポコッと一つプロテクター入ってます。で手のひら側についてはここにこういったプロテクターがおります。これのおかげでですね、まあ、万が一転倒した際には、手の出っ張ってる部分は守ってもらえるんじゃないかなというふうに思います。でちょっとこれですね、注意点で言いますか、僕だけかもわからないんですけども、比較的サイズ感他のグローブよりもタイトめにできていてですね、僕グローブによっては L 使ったり LL 使ったりと、物によってですね混ぜるんですけども、というのも全部形が違うので、じゃあ手を握り込んだ時の
ここの指の付け根の部分の皮が余るとここに変な豆ができちゃうんですね。もうこの手の外側に豆ができやすいんですけども、ここにできちゃうんですね。ですから絶対グローブはですね、グローブは本当にとにかくそのバイクの、グリップを握ってレバーを操作するすごく重要な操作をするものになるので、試着をしてから確かめた方がいいかと思うんですが、どうしてもお店が近くにないけオンラインでないけないけどオンラインで買いたいよという方はですね、普段使ってるグローブよりもちょっとワンサイズ上げ気味でもいいのかもしれませんね。これまで、レイブグローブ使ってきた方はですね、もうおなじみかとは思うんですけども、レザーの中でも比較的タイトな構造をとってるかと思います。その甲斐あってですね、手のひら見ていただきますと、特にこの指にこういうシワが寄らないとこすごく美しくないですか。すごく綺麗ですよね。この握り込んだ時にシワがあまりにできてしまうと、それが手をですね、こういじめてしまうんですね。そういった部分がないところが非常に優秀かなと思います。あとこの手のひら、グリップに特に当たる部分についてはこういった、当て側がついているんですけど、この白い部分ですね、ここ自体もですね、非常にこう薄くて柔らかいものついているので、ある程度はですね、ここで何かギザギザしたものを触るとですね、その感触すらも分かるんじゃないかなというようなグローブになっています。それと旧モデルとの比較という話もしておきたいんですけども、こっちのオレンジのパンチングがですね、昨年のモデルで僕これとても気に入って使っておりました。結構変わってますよ。だからこれ旧型持ってる人でも今回新型に買い替えは価値が出ちゃいました。出ちゃいました。すいません、僕が謝ることじゃないんですけども、まずですね、新型の方でちょっと説明忘れた部分をお話ししておきたいんですけど、昨シーズンと共通しているのが、人差し指、中指に関してはここにシャーリングがいるので指を曲げやすくなっております。で、小指については、前と共通でそれぞれ小指プロテクターがこういう風についております。で、あとこの内側の留め具の部分ご覧いただきたいんですけども、ちょっと難しいな。ここ、レザーでこういう風に回してきてここ留める構造になってたんですけども、新型についてはここがですね、こういう黒い、ファブリックレザーじゃないものになったので、もうちょっとここの当たりが優しくなってつけ心地はつけやすくはなりました。で、手のひら側内側が決定的に違うんですけども、分かりますかね、ここのプロテクターの大きさが全く変わりました。で、しかも旧型の方はここに硬いのが入ってるんですね。これが結構主張強くて、グリップ握った時にグリップの端がここに当たって、ここに乗せる引っ掛けるという使い方が僕はできていて、気に入ってはいたんですけども、結構大きいので当たりがここしっかり来ちゃうんですね。それが新型ではこういう風にフォーカスが来ない、新型ではこういう風に小さくなったので、ここの、手に対する攻撃性、当たりがすごく優しくなりました。これが嫌いだったという方、新型ぜひ試してみてください。もともと旧型持ってるよという人、どっちがいいよと言われれば、僕は新型の方がですね、いいと思います。こういったところが明らかなフィードバックが戻ってきてるっていう証ですよね。こっちの小さくなってくれた方が明らかに手に対する当たりが優しいです。これは結構大きな違いですよ。全体のこの見栄えの印象というのはそんなに変わらないんですけども、ちなみにこのブルーパンチングメッシュ、今フォーカスになりました、ごめんなさい、ブルーのパンチングメッシュ、それに対してオレンジのパンチングメッシュ、オレンジ雰囲気いいでしょう、すごく雰囲気でしょう、これね、かっこいいんですよ。こういうね、ダークな色味のものでもいいかもわかりません。光当てるとこういう風にテカッとする皮ですね。で、ちょっとこう光から寄せていくとこう黒くなっていくと、こんな色味になってます。やっぱオレンジかっこいいな。今シーズンもこのオレンジこれ使っていきたいんだけど、こうやって両方新旧はめると手のひらのここの手のここの部分がこれ硬いでしょ、音硬いんですよこれ。これが小さくなったっていうのは結構大きな違いだな。デザインとってみてもですね、ちょっと主張強いですよね。ぜひ皆さん悩んでください。ということで今日はですね、レイブングローブ2、これメッシュのモデルなんですけども、新型のレイブングローブのお話をお届けしてまいりました。これ以外にもですね、まだ他のグローブ面白いものもありますので、そちらも紹介していきます。引き続きレイブログをぜひご覧になってください。あ、そういう違いがあるのねと思っていただけた方、高評価そしてチャンネル登録引き続きどうぞよろしくお願いいたします。そんなわけでまたお会いしましょう。以上レイがお送りしました。